鹿児島県西之表市の馬毛島に自衛隊基地を整備し、米軍艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP を移転させる計画に反対を訴えるデモが、2021年3月27日に起きたことを、みんなは知っているかな？デモ隊は東京都市ヶ谷の防衛省周辺1キロを約70人が練り歩いて規制を上げながら行進していたな。基地の移設計画をめぐり、首都圏で反対デモが催されるのは初めてだったよね。まあ現地民からすると色々と事情があるだろうから、仕方ないといえば仕方ないのかも。そうだね。さて今回はそんな馬毛島の自衛隊基地設立に対する反対運動などについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回のデモは、首都圏で基地反対運動を展開する市民団体が主催したものだよ。反対運動を全国に広げる狙いから、都心を実施場所に選んだと関係者は言っているみたい。埼玉県のイラストレーターの52歳男性は、現地住民の意思より日米関係を優先する政府の姿勢に憤りを感じて参加し、東京では馬毛島の名前すら知らない人が多い。デモは移転問題を知ってもらういい機会だと話していたらしいね。確かに日本の軍事関係に興味がない人にとって、馬毛島は認知度の低い島になっちゃうかもね。でも当日、集会も都内で開かれ、西之表市の反対団体の三宅公人会長が講演し、隣の種ヶ島は畜産が盛んで、騒音の牛への影響が懸念されるなどと、市民の危機感を参加者に対して説明したよ。既存の産業に影響が出る可能性があるとなれば、それに携わる人々は気が気じゃないよな。死活問題にもなりうるからこそのデモだと思うぜ。現在、防衛省が進めている自衛隊と米軍での訓練島として馬毛島が候補となり、買収が決まっているね。建設前に島の条件を調査することは必須であるため、ボーリング調査を行っているんだけど、それに対して種ヶ島漁協が一点同意へと変わり、その真相を確かめたよ。防衛省は浦添孫三郎組合長名義の同意書を受け取っていたことが11日に判明し、同省は同意書提出を受け、塩田康和鹿児島県知事への許可申請の手続きに入る見通しだね。その一方で漁協内では同意形成が不透明との反発の声が上がっており順調に話が進んでいるわけではないんだよ。南日本新聞の取材に対し、浦添組合長が同意した判断理由について、すべては14日に会見して説明するといい。明確な回答はなかったみたいで、理事会は同月3日に開かれ、理事6人、幹事3人が出席し、その後、同月9日に防衛省は同意書を受け取っていたらしい。防衛省の発表によると、許可申請は岩礁破砕、海底土地使用、海底土地土石採取の3点であったみたい。いずれも漁協の同意書が必要であるため、土地使用と土石採取は、賛否に関わらず市の意見書を添付しなければならないんだ。つまり最終的な調査の可否は当地の知事の判断となるわけだね。理事会は、トコブ使用の優先漁業権を持つ西之表地区の小組合長に電話で調査受け入れ同意を伝えたけど、勝手に決められた受け入れに対して傾いた判断理由は示さなかったよ。防衛省が漁業関係者に説明会を行った際、西之表地区の出席者の大多数が反対したことを受けて昨年5月末、浦添組合長は現時点で漁場に及ぼす悪影響が図れないと話した上で、基地計画全体について全組合員に説明、意見を出してもらった後、総会で調査受け入れの是非を図ると回答したんだ。理事会が今回同意したことについて、西之表地区の組合員からは理事会の判断は手続きとしておかしいと反発の声が多数出ているようだね。当然ながら同地区の小組合長は、同意を決めた理事会の会議録を求めて、どのようなプロセスで合意を決めたのか確かめた後、地区の組合員で今後の対応を協議することになると思うと異論とも思える発言をしたよ。防衛省のこれまでの説明では、ボーリング調査は海上自衛隊及び米軍の艦艇が係留する港湾や工事用の仮設桟橋、揚陸用施設を作るために実施すると言っていたんだ。内容としては島の東海岸39カ所で計画し、水深1メートル未満1カ所、水深1から17メートル29カ所、水深17メートル以上9カ所が対象となっていて、そのうち30カ所が島中部の横瀬と呼ばれる航路上に集中しているため漁業組合は納得できないってわけ。畜産業のみならず、漁業にも影響が出そうだね。基地の設立はそこの産業にいろんな影響を及ぼすことを理解して、しっかり補填してあげないといけないよ。防衛省は当初、7月中旬から3月末まで実施したい意向を示しており、調査期間は半年、費用は5億円程度が見積もられているぜ。西之表市は、防衛省が自衛隊基地建設と、
米軍空母艦載機陸上離着陸訓練 FCLP 移転計画の候補地として土地買収を進める馬毛島で、不動産鑑定評価調査を行い、2021年度中に実施予定の馬毛島活動計画のうち、8月上旬の青少年体験活動に続き、入島を許可されたね。このプロジェクトは3年に1度の固定資産の評価外に伴う調査であり、西之表市が1月、行政事務の一環として、本年度中の実施を防衛省に申し入れていたみたい。不動産鑑定評価調査には不動産鑑定士2人と市税務課、財産管理課の職員8人が参加し、当日の午前8時半、遊漁船で西之表港を出発し、そこで民有地に起点と、私有地の旧馬毛島小中学校跡地の計算起点を調べ、翌日午前中に西之表港に戻ってきたらしいよ。同市は、残る樹木伐採届や市史編纂文化財に関する調査の実施についても、防衛省と調整を進める予定だけど、こうして自然が破壊されていくのは防衛のためといっても本当に惜しいものだね。人間の都合で森林伐採されるのは色々と思うところはあるけど、しっかり有効活用してもらいたいね。港湾施設の海上工事、設置運用に起因する漁業権の制限または消滅に伴い、漁業経営上被った損失を国が保障するようになっているとはいえ、お金をもらえばいいというものでもないと個人的には思うからね。漁師への保障をしても地球の環境破壊の保障は絶対にできないのだから、そこまでして海洋汚染を進めようとする防衛省に対してデモを起こすのは当然の成り行きだろうな。また、米軍も再編されるということに対してもメリットデメリットがあり、住民の方々は困惑しているに違いないよ。だよね、これまでの生活を変えられることになるのは間違いないのだから、精神的ストレスになってしまうことを少しでも軽減してくれることを願いたいよ。自衛隊や米軍が移転してきたら、様々な施設や公園などの整備改修なども行われるだろうし、犯罪も少なからず増えるというのも受け入れなければならないからね。悪いことが起きる前のリスクコントロールをしっかりとやらなければ大事件になることもあるから、その時にダメージリカバリーをどれだけできるかが防衛省の信頼を失うかどうかの鍵となるだろうね。当然ながら基地が建設されれば隊員も移動しなければならないし、宿舎は種ヶ島に建設予定だけど、自衛官の運命とはそういうものなんだろうね。これから日本を守るために想定された訓練が馬毛島で行われることが未来の平和につながることを祈るばかりだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、世界的にも有名な甲羅についてだよ。夏場にキンキンに冷えた甲羅を飲むとめちゃくちゃうまいよな。そうだね。その甲羅なんだけど、みんなは子供の時に、甲羅を飲みすぎると骨が溶けるということを聞いたことがあるかな？あるある。だから僕怖くて甲羅飲めなくなっちゃったもん。俺は歯が溶けるって聞いたぜ。でも、そんなの嘘だろと思っていたから気にしてもなかったぜ。やっぱり嘘だと思うよね。だけど、結論から言えば、本当に溶けるそうなんだ。やっぱりやばいやつやん。怖すぎる。じゃ解説していくね。人間の歯や骨は主にカルシウムやマグネシウムからできており、カルシウムやマグネシウムは酸に反応して溶ける性質を持っているそうなんだ。そして、甲羅には酸味料が含まれていて酸性の飲み物であることから、歯や骨を溶かしてしまうんだよね。実際に実験してみたところ、食べ終わった魚の骨や抜けた自分の歯を甲羅に長時間浸しておくと、溶けてしまったんだよね。やっぱり怖い。こんなに恐ろしいものだとは、でも安心してほしいんだ。普通に考えれば甲羅が体内の骨に触れる機会なんてないよね。また、長時間浸すことによって溶けるだけであり、口の中も一瞬で通過していくため、飲んだからといって歯が溶けることはないんだよ。仮に口の中で長く味わって飲み込んでも、一日中口の中に甲羅を溜めておくことはないだろうし、唾液には甲羅の酸を中和する作用があるそうなんだ。なんだ、さすがの俺もビビったが、安心ならこれからも美味しくいただくとするか。本当に何もなくてよかったよ。今まで飲んだなかった分、いっぱい飲むぞ。みんなも甲羅を飲むときは、この豆知識を披露してみてね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。
ロシアによるウクライナ侵攻が始まって早2ヶ月が経とうとする頃、戦況は泥沼の様相を見せており、ロシアが願っていた早期決着はもはや夢物語と化しているよ。ロシアは首都キーウ、ロシア名キエフの早期陥落に失敗し、現実的な東部地域の実効支配を目指す方針に切り替えた模様だしな。4月中旬になり、東部の要衝マリウポリではロシア軍による激しい攻撃に見舞われており、多くの市民の犠牲が案じられている状況で、ウクライナ軍は製鉄所などの主要な施設で防衛線を敷いているものの、マリウポリの陥落はもはや時間の問題とも言われているからね。そんなロシア軍だが、今までの戦況は決して順調ではなく、むしろ劣勢に転じているのではないかとの見方も強まっています。実際、ウクライナに対しては西側諸国からの軍事的な支援がどんどん行われていく中で、ロシア軍の士気は低下し、名だたる指揮官を任命して挽回を図っているようだが、すでに戦費や武器弾薬の欠乏すら囁かれているぜ。中国の習近平政権とは蜜月をアピールしているプーチン大統領だけど、欠乏している武器弾薬の支援を中国に依頼したところ、柔らかく断られてしまったという話もあるようで、ロシアはまさか孤立無援ではないかとの見方も強まっているんだ。そんなロシアが、八つ当たりのごとく周辺各国に対して軍事的圧力を強めているよね。ああ、そして、その標的は我が日本にも向けられているぜ。国民として、この事実は絶対に認識しておかなければならないし、日本政府としても厳重に抗議するとともに、現実的にロシアによる日本侵攻を意識した国防対策を講じてほしいと思うのは、みんなの共通意見だよな。そうだね。さて今回は、ロシアが日本に対して行っている軍事的圧力行為の真相と、その目的などについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア国防省が2020年4月1日に発表したところによると、極東管区に所属するロシア軍が、日本の北方領土である、国後島及び択捉島両島の演習場において、1000人以上が参加する軍事演習を開始したと発表したよ。実は、北方領土や千島列島において、ロシア軍が訓練を行ったのは今回が最初じゃないんだ。ロシアの政府系通信インタファクス通信が2022年3月11日に報じたところでは、ロシア国防省からの発表として、2022年3月10日にロシア軍東部軍管区が北方領土を含むクリル諸島において、移動式の地対空ミサイル S-300 を使用した発射演習を行ったことを伝えているね。この演習では、ロシアの領空を侵犯する航空機が出現し、それを撃墜するとの設定で実施されたもので、ロシア国防省では発射されたミサイルを 100% 破壊したとしていて、防空演習の成果を強調しているよ。この時の訓練は、あくまで対空兵器の運用向上のための訓練であるとし、北方領土において直接的な訓練を行ったものではなかったとされているんだ。だが、4月に行われた訓練においては、対戦車ミサイルや自走砲などによる射撃演習やドローンなども投入されており、ましてや国後島や択捉島など北方領土を舞台にして行われたとされており、日本が主権を主張する領土内において軍事訓練を行ったことについて、日本に対する明らかな意図があるのではないかと軍事関係者は見ているぜ。訓練が行われていたと思われる2022年3月30日の18時半頃から1時間ほどの間、根室市内からは国後島方向に照明弾のような明るく強い赤い光が数回光ったとする映像がテレビニュースで報じられており、国後島方面を哨戒中の根室海上保安部の巡視船も、同じ方向に照明弾と思われる明るい光が複数回発光したのを確認しているよ。根室海上保安部の佐藤明人次長によるとロシア当局から、ロシア軍が2月下旬から射撃訓練を実施すると通報があったとされ、巡視船が警戒に当たっていたところ、実際に照明弾の明かりを確認したことを公式に認めているみたい。ロシア軍は、2022年3月25日にも北方領土を含む、クリル諸島全域で3000人以上が参加する軍事演習の実施を発表したばかりで、ウクライナ侵略に対する制裁に日本が積極的に参加していることに強く反発していることから、立て続けに訓練を行ったものと思われているぜ。日本の制裁に対する報復の意味も込められているってわけだね。堂々巡りになっちゃいそうだ。そうだね。プーチン大統領は、自国に対して制裁を加えてくる国々を非友好国と指定し、それらに対する圧力や制裁返しを繰り返しているから、特に、北方において国境を接する日本に対しては、ロシア太平洋艦隊による宗谷海峡や津軽海峡への艦隊侵入など、軍事的な圧力をアピールしていたところであり、北方領土を含む千島列島において、ミサイル発射などの軍事訓練を強行したことは、日本国内においてもセンセーショナルに取り上げられたよ。
さらにロシアは非友好国との交渉を進める状況ではないとして、以前より進められていた平和条約交渉の停止を宣言しており、それに加えての今回の軍事訓練は、日本に対する示威行動の一環ではないかと見られているな。それだけに飽き足らず、この先さらに北方領土周辺での軍事活動が活発化する可能性があると懸念する声が上がっており、中には北海道侵攻の可能性を考え、現実的な行動に出るべきではないかとの声も上がっているぜ。実際、インターネット上ではロシア軍が北海道上陸を狙っているなどとして警戒するべきだ。こちらも何らかの軍事的姿勢を見せるべきだとする声が上がっているもんね。確かに、第二次世界大戦が終了した直後、日本は無条件降伏を受託したにもかかわらず、当時のソ連は北方領土を含む千島列島や当時日本領であった南カラフトへ侵攻し、現在に至る実効支配を行うことになったんだ。そして、当時の指導者スターリンは、連合国側に対して北海道の占領と領土化を参戦の条件としたことは今でも知られているよ。当時のアメリカ大統領トルーマンはあっさりとそれを却下しているんだが、北海道に対する領土的野心は今のロシアにまで受け継がれていることは間違いのないことだな。それじゃあ実際に、ロシアが北海道に侵攻する可能する可能性があるのか、少し考えてみようか。そもそも、ウクライナ侵攻の発端はベラルーシとロシアの合同軍事演習との口実で、多くのロシア軍がウクライナ国境に集結し、西側諸国はブラフだろうと見ていた事実もあるんだよね。だから、今回の北方領土周辺の軍事演習も、あわよくば北海道に侵攻するぞというロシアの具体的なアクションにつながるのではないかと危惧している人もいるんだ。とはいうものの、2022年4月時点において、ロシア軍はウクライナでの苦戦が伝えられ、その被害が膨らんだために戦力が不足しているとの見方も出ているよな。そのため、シベリアなどの極東地域からも、かなりの兵力を引き抜いてウクライナに回しているとの噂さえあり、実際に日本海など多くの装甲車両を搭載した輸送艦が移動しているところも確認されており、その噂は事実と考えてもいいかもしれないぜ。逆を言えば、北海道に侵攻することを考慮した場合、追加投入するべき戦力はウクライナ方面に釘付けになっていて全く見込めない状況とも考えられるよね。ああ、だから、数千人規模の演習を足がかりにして、北海道に侵攻する可能性はほとんどないと見てもいいだろうな。さらにネット上ではロシアに呼応して北朝鮮が参戦する可能性との書き込みも散見されるけど、北朝鮮に直接日本に侵攻する力があるかは疑わしいものの、威嚇行為として弾道ミサイルを撃ち込んでくる可能性はゼロとは言い切れないんだ。最近の北朝鮮は、極超音速ミサイルの発射などを繰り返し、既存の防空兵器では対応できないミサイルが仮に発射された場合、残念だけど国民の生命や財産に被害を受けてしまうことがあり得るんだよね。ロシア自身が大規模な侵攻は行わないまでも、呼応する各国がどのような行動を取るか、中国だって、尖閣諸島に同時侵攻してくる可能性はあるから、ロシア中国プラス北朝鮮プラスの出方をそれぞれに見ておかなくてはならないよ。さらに、ウクライナ侵略による戦闘が終結した後のことも考えておく必要があるぜ。その時には、アメリカと EU を中心とする、NATO 北大西洋条約機構加盟国による民主主義陣営と、ロシア中国北朝鮮などの専制主義陣営による新たな冷戦構造が出来上がっていると考えられ、日本はかつての東西ドイツのように冷戦の最前線の位置になるな。ウクライナでは失敗したが、次にどこかやりやすい国はどこだ、専制主義陣営が考えるのは、まさしく日本だろうな。そのことと踏まえて、日本の国防を論じてもらいたいもんだぜ。そうだね。ウクライナ侵攻以降、日本の国防はどうすべきか、どうあるべきかとの議論がテレビの報道番組やインターネット上で盛んに行われているけど、助けを求めるウクライナに対するアメリカのバイデン大統領の行動だけを見ると、一緒には戦わない兵器などの支援は行うから頑張れという姿勢に、疑念を持つ意見も増えているよ。日米安保条約が、本当に有効に機能するのか、そこに対する不安を感じているならば、日本独自の国防と、目に見える抑止力を発揮すること、この3つを早急に考えて実行してほしいと思うよね。うがった見方をすると、アメリカが、もはや世界の警察官としての矜持を捨て去り、自国のことのみしか考えられない状況になっているとも感じられるかも。確かにな。つまり、第二次世界大戦参戦前のアメリカ第一主義に戻ったのは明白で、今のアメリカ国民は、自国兵士の血を流してまで日本を守ることに対して否定的な態度を取ることは間違いないよな。まあ、たとえ、北海道にロシア軍が侵攻してきたとしても、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証はない、ウクライナの実情を見て、そのようなことを感じる日本人が少しでも多くなること、そして自分の国を自分たちで守ることの必要性を、
改めて考えてもらえればいいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。今全世界で注目されているロシアだけど、日本に対しても圧力をかけてきているよね。経済制裁に対しての報復だろうとも言われているな。まあ、今のロシアに日本に注意を向けられるほどの余裕があるのかは疑問だが。いろんな国に対して強気な発言をしているからね。現状、世界で一番孤立している国になりつつあるのかも。さて今回は、そんなロシア軍の動きを警戒してか、陸上自衛隊が北海道にも電子戦部隊を配備することについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月5日配信の FNN プライムオンラインで、陸上自衛隊の北海道東千歳駐屯地に、新たなネットワーク電子戦システムニュースを使用する、電子戦部隊を配備する方向で政府が検討しているとの報道があったんだけど、東千歳駐屯地には1981年から第一電子隊が配置されており、すでにニュースも配備済みなんだって。陸上自衛隊ではこれまでに東千歳駐屯地の他に、北海道では留萌、九州と沖縄においては長崎県相浦、熊本県県群、鹿児島県奄美、沖縄県では那覇と知念の各駐屯地及び分屯地に電子戦部隊を配備しており、これらを2022年3月17日付で陸上総隊直属部隊の電子作戦隊として新編成し、部隊本部機能のみを東京と練馬区の朝霞駐屯地に置いているよ。また、これらに加えて2022年度中には新潟県の高田駐屯地、鳥取県の米子駐屯地、鹿児島県の川内駐屯地、長崎県の対馬駐屯地、そして日本で最も台湾に近い沖縄県の与那国島にある与那国駐屯地にも、2023年までにはニュースが配備される予定とされているみたい。なお、与那国駐屯地には、航空自衛隊の移動警戒隊が交代制で配置されているが、2022年からは常駐化させるとしており、中国本土方面から飛来する中国軍機などに対する緊急発進に対応するとしているぜ。この陸上自衛隊が整備を進めているネットワーク電子戦システムネットワークエレクトロニックウォーフェアシステムとは、これまでの電子戦システムの後継として防衛装備庁が開発し、三菱電機と NEC が制作している電子戦システムで、電波の収集分析を行うとともに、相手方の通信電子活動を妨害して味方の作戦遂行を有利に進めるためのシステムのことなんだ。このニュース以前の陸上自衛隊の電子戦システムは東西冷戦時代に開発、装備されていたんだけど、ソビエト連邦の崩壊による東西冷戦終結後の世界的な軍縮傾向を受けて、配備先は東千歳駐屯地の第一電子隊のみとなっていたってわけ。2003年にアメリカ軍において、工事の情報ネットワークを用いて情報を伝達共有することにより、作戦上における意思決定を迅速化するとともに戦力の運用を効率的に行うことを目的とした、ネットワーク中心の戦いネットワークセントリックウォーフェア NCW との革新的な軍事コンセプトが立ち上がったことを受けて、防衛省内においても電子戦の重要性が高まったんだよね。その流れから NCW コンセプトに基づく C4I システムの整備と、それに伴う通信の質と量の増大と重要性に加えて、敵の通信を監視妨害する電子戦装備の重要性が認識されるようになり、電子戦システムの損耗更新、および敵が発信する電波をより効率的に妨害することを目的としてニュースの開発が2010年から始まり、試験を重ねた上で2019年から量産、配備が開始されていたよ。それまでの電子戦システムでは、電波収集と分析を担当するシステムと、敵の電波を妨害するシステムがそれぞれ個別に開発されていたものを、ニュースにおいては技術の進歩によるシステムの小型化と搭載する車両の機動力が進化したこと、開発ライフサイクルが短縮されコストが低減されたことなどにより、電波収集分析機能と妨害機能が一体化された他に、旧システムでは不可能であった車両移動中の電波収集が一部の電子戦装置を除いて可能となっているぜ。ニュースのシステム構成については、あらゆる周波数帯の電波収集及び妨害を実施するための電子戦装置があり、それぞれの電子戦装置が収集した情報の処理分析して妨害を実行する装置に指示を出す指揮統制装置に、システム同士の連結の統制を担当する電子戦統制装置などによって構成されているよ。電子戦については一般的に分けて電子攻撃、電子防護、電子戦支援の3つがあり、電子攻撃とは相手の通信機器やレーダーから発信される電波を妨害して無効化することを指し、電子防護は装備品をステルス化して探知を防ぐ、あるいは通信機器やレーダーが電子攻撃を受けた際、使用電磁波の周波数変更や、出力増加などで相手の電子攻撃を低減、無効化することであり、
電子戦支援は相手の使用する電磁波に関する情報を収集することを指すよ。ニュースのそれぞれの電子装置は、3つの目的に合わせた多種多様なアンテナレドームが搭載されていて、異なる周波数の電波や発信源に対応しており、陸自衛隊における装置の名称は電子戦統制装置、電子戦装置I型、電子戦装置2型、電子戦装置3型、電子戦装置4型 A、電子戦装置4型 B とされ、装置ごとに車両に搭載されて移動可能となっているため有事の際の生存性が高いものとなっているんだ。電子戦について世界でも先進を行くのはロシア軍で、北方領土を含むクリール諸島千島列島においても上陸作戦への防御に加えて、太平洋艦隊の太平洋進出と戦略ミサイル原潜の活動域であるオホーツク海を聖域とするために、強力な電子戦装置を展開して要塞化していると見られているよ。ロシア軍はジョージアなどへの侵攻、あるいはシリア内戦などの他に、2014年にウクライナのクリミア半島に侵攻した際に鮮やかな電子戦とサイバー戦を展開した実績があるんだ。クリミアではロシア軍によってウクライナ軍の無線通信が妨害され、司令部と前線の連絡に携帯電話を使わざるを得なくなったウクライナ軍兵士の携帯にロシア軍がメールなどで虚偽指令を送信し、誘導された部隊を待ち伏せして集中的に攻撃を加えることでウクライナ軍に壊滅的な被害を与えたんだって。この際に使用された電子戦装置オルラン10やレール3については、北方領土に配備されていることが確認されていて、自衛隊としてはこれらについての対策を講じる必要があるとされているよ。しかしながら、電子戦に長けているとされたロシア軍が、この度のウクライナ侵略ではウクライナ軍によって逆に電子戦を仕掛けられていて、ミサイルによる軍事移設攻撃が不十分であったり、無線を傍受されて待ち伏せを食らい甚大な被害を出しているほか、召喚級の指揮官が多数戦死させられたりしているのはなんとも皮肉な話だよな。多くの軍事評論家はこのことについて、2014年のクリミア侵攻があまりにうまくいきすぎ、ウクライナ軍を甘く見ていたロシア軍の油断に他ならないと指摘した上で、ウクライナ軍においては2014年の失敗を反省、分析した上で対策を講じていたのであろうとの見解を示しているんだ。今回のウクライナ侵略においては、ロシア軍が首都キーウに迫った部隊を撤退させるなどウクライナ軍の前線が伝えられているんだけど、ウクライナ軍の内部情報部隊配置や指揮官名などは全く伝わっておらず、ウクライナ軍がロシア軍の電子戦への対応をどのようにして堅固なものにしたかについて情報収集を急ぐ必要があるんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、水族館についてだよ。水族館って確か美味しそうな魚がいっぱいいるとこだよね。食べようとするなよ。まあ、魚がいるところは合ってるね。本題に入るけど、水族館に行くと大体サメがいるよね。でも、なんで他の魚たちがいるのに、食べないのかな？と思ったことあるかな？確かに海に行けば魚食べてるもんな。なんでだ？理由は簡単なことなんだ。食を満たすための行為だからなんだよね。お腹が減っていたらどんなに美味しそうな獲物が来ても食べないってこと？そうだね。人みたいに食事を楽しむこともなく、生きているために食べているから、お腹が空いていない限り食べないんだ。僕だったら、お腹が空いていなくてもアイスとかお菓子とか食べちゃうよ。それは君だけだろ。でも絶対食べないことはないらしく、小さい魚は食べられることもあるそうだよ。だから職員さんたちが数を見ながら、補填しているらしいんだ。結局食べるんかい。やっぱり、我慢できない時もあるんだね。そうみたい。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てくれよな。またね。バイバイ。See you。またね。バイバイ。See 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 you。
最近は一気に夏が近づいてきた感じがするよね。昼間は外にいるだけで汗ばんでくるし。まだまだ真夏日にはほど遠いけどな。今年の夏も暑くなりそうだぜ。コロナ禍でマスク着用は相変わらずだからね。感染対策ももちろんだけど、熱中症にも気をつけようね。水分補給はしっかりとやっていかないとだね。さて今回は、リチウムイオン電池搭載潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れたことを、みんなは知っているかな？護衛艦加賀などが、米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時なんだけど、今となっては後出しになってしまうんだけど、当時のチャンネルでも、潜水艦が海底に入ると言っていたよ。行った3か後くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行し、南シナ海で極秘任務についていたと発言したよ。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦で、その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で、発表したんじゃないかな？つまりは抑止効果ってわけだな。でも、そういう型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうかという気もしているぜ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっているし、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるから、詳細は不明だがな。そうだね。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられているけど、当チャンネルでは、800メートルと考えているよ。最新鋭の鋳竜や闘竜など、リチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えるんだけど、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと思うんだ。そういう型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるんだけどね。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいると思うよ。静粛性は実質トップと言えるから。さて、それじゃあリチウムイオンを搭載した鋳竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこうかな。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、鋳竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えたんだ。鋳竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりだし、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと言えるんじゃないかな。まさしく海底の忍者だね。ちなみに鋳竜の建造費は660億円だったそうだぜ。この鋳竜の出現とは、一体どんな意味があるのかな。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだし、つまり日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな脅威的存在だと感じることだろうね。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだし、忍者鋳竜なら海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるだろうしね。自分たちの見えないところは潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないよね。ここで、鋳竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は鋳竜といって、そういう型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリであるジンリー統計は19日、鋳竜に関連した記事を載せました。そしてリチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでのそういう型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容だったんだ。また、記事は鋳竜が使用しているリチウムイオン電池についても説明していたよ。
このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいんじゃないかな。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池だね。蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずだよね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのも無理はないと思うよ。ジンリー・トーティアオの記事は中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているんだ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だね。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるし、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるね。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきたんだ。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているぜ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないよね。中国の別のメディア開始等は10月24日、OU については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているよ。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くあるんだよね。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然だよな。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということだね。記事はこれらのメリットを認め、東方の大国イコール中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているみたい。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘を行っているんだって。それがリチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているんだ。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているみたい。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと判断していいと思うよ。どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかって話だけど、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだよね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、OU に対する危機感を示していたみたい。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みだから、中国だけではなく、世界中から注目されるところだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないかな。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すことも夢のまた夢だと思うけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今回の雑学は、戦国時代についてだよ。僕、アニメも好きけど、戦国時代も大好き。だって、昔の合戦なんかは迫力があってすごいよね。確かにね。そんな戦国時代の合戦で活躍していた馬なんだけど、どんな馬だったと思う？そりゃあ、競馬なんかでも活躍しているかっこいい馬だろ。僕も同じ意見だよ。珍しく意見があったね。でも正解は、
奇走馬と言われる小さな馬しかいなかったんだ。えなら僕が知っている馬は何？あれは西洋種の馬なんだ。しかもその西洋種の馬が来たのは、1700年代のことらしいよ。小さい馬なんてポニーみたいじゃないか。そうだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。2022年になって、対中国への牽制の意味もあるのか、海上自衛隊とアメリカ海軍が様々な共同訓練を実施しているよね。その中でも特に注目を集めたのが対戦線を想定したヘリコプター共同訓練なんだよね。SH-60K と MH-60R がタッグを組み、日本とアメリカの連携を確認して、さながら実戦想定の訓練を行ったと言われているやつだな。一部の情報では、実際に魚雷を使用した訓練を行ったとも言われている今回の訓練、今後の日本の防衛にどのように活かされるか期待しているところだよ。さて今回は、海上自衛隊とアメリカ海軍対戦線共同訓練の模様を詳しく紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊によると、今回の共同訓練については2022年3月11日のプレスリリースで、その内容の一部が明らかにされているよ。その内容によると、2022年3月8日と10日に相模湾にて、アメリカ海軍との初めての共同対戦水艦 ASW 訓練を実施したことを明らかにし、その目的として日米安保条約に基づく相互協力の基礎を確認することと、抑止力及び対処能力を強化するものとして、海上自衛隊とアメリカ海軍との相互運用性の向上を図ることとされているんだ。訓練には、海上自衛隊厚木航空基地に所属する実験航空部隊である第51航空隊、第513飛行隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターが参加し、アメリカ海軍も厚木海軍航空基地に所属する第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊と、第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊の MH-60R シーホーク対戦哨戒ヘリコプターが参加したみたい。訓練の内容で注目すべきは、アメリカ海軍の MH-60R シーホークに、海上自衛隊が運用する魚雷を搭載して海面に投下するというもので、ヘリコプターから海面に落とされた訓練用魚雷は海上自衛隊横須賀基地に所属する、輸送艦2号が回収するというルーティンで行われたんだ。相模湾で訓練が行われたのはもちろん初めてで、アメリカ海軍太平洋艦隊では対戦哨戒ヘリコプターによる魚雷投下訓練は、アメリカ本土西海岸のサンディエゴ基地周辺で実施されているため、国外でも初めての実施となったし、ましてや海上自衛隊と共同訓練を行ったのも、今回初めてであったことから、初めて尽くしの訓練となったよ。そして、公表されている訓練目的をもう一度確認してみると、海上自衛隊とアメリカ海軍の対戦哨戒ヘリコプターを用いての共同 ASW 訓練とされているよ。実際に訓練の風景を目撃した関係者によると、海上自衛隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターは航空支援を担当していて、訓練用の12式単魚雷と思われる魚雷を投下したのは、アメリカ海軍 HSM-77 の MH-60R であることから、MH-60R での12式単魚雷の運用試験も行ったのではないかと思われるね。さらに、アメリカ海軍と海上自衛隊の武器弾薬の共通運用を確認する意味もあったと思われるんだ。アメリカ海軍と海上自衛隊が、武器弾薬を共通運用するとき、それは有事があったときにしかありえないぜ。アメリカがウクライナに弾薬を送るからお前の持ち分よこせ、とは言えないだろうし、日本はそれに応じる義務はないからね。でも、尖閣諸島に中国が侵攻してきたとき、これは日米安保条約の中で、日本とアメリカは共同で日本領土の防衛を行うことになり、武器弾薬も融通しながら侵略者に向かって対抗することになるな。まあ、尖閣諸島を日米安保条約の対象地域に含むかという部分は、アメリカも玉虫色の話しかしていないので不安要素は残るが、いずれにせよ、アメリカと日本は共同作戦を行うことがあり、そのためには様々な運用面の連携を高めておくことが欠かせないというわけだな。そもそも、日本とアメリカの兵器や武器弾薬は、日米安保条約を考慮して共用運用ができるように考慮されているよ。
今回の共同訓練を行った海上自衛隊の SH-60K とアメリカ海軍の MH-60R は、どちらもアメリカのシコルスキーエアクラフト社製の SH-60C ホークを原型として開発されたもので、さらにその原型をたどれば同じシコルスキーエアクラフト社の汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークとなっているよ。この UH-60 ブラックホークはアメリカ陸軍が1979年に導入した多目的ヘリコプターだけど、様々な任務に対応できる汎用力を持っており、そのこともあって派生型が数多く開発されているんだ。実際、アメリカ海軍や日本の自衛隊だけでなく、オーストラリア、台湾、コロンビア、メキシコ、イスラエル、トルコ、アラブ首長国連邦などで導入、運用されている実績はあるよ。それだけ、性能に優れたヘリコプターであることは事実で、おまけに今回の共同訓練で魚雷投下もできることが分かった時点で、さらに能力を誇示することができたとの見方もあるね。そして、海上自衛隊の SH-60K は、シコルスキーエアクラフト社の SH-60B に防衛省技術研究本部が開発したシステムを搭載し、三菱重工業者がライセンス生産した SH-60J をもとに、再設計された哨戒ヘリコプターとして運用されているんだ。今回のリブランド機は、2005年8月10日から運用されているもので、近代改装が行われていることから、まさに最新鋭のヘリコプターとして仕上がっているよ。基本的な外形は、SH-60J を踏襲しているんだけど、SH-60J はキャビンの天井が低いため作戦用機材を搭載した場合に、作業がしづらくなるという欠点が現場から寄せられていたこともあり、それを解消するためにキャビンを前方に 33cm 延長、天井高を 15cm 高くしたほか、胴体右側の扉の開口部を拡大することで、捜索救難や輸送の際の作業がしやすくなり、さらに用途が増えたってわけ。そして、注目すべきは対戦能力の向上でもあるんだ。リブランド機になり、対戦関連のセンサー類が一新されたんだけど、その際に逆合成開口レーダー ISAR 機能を導入した HPS-105B や、吊り下げ式ソナーとして開花差天井機構を導入して、低周波化した HQS-104 を正式採用するとともに、射出投下したその部位の音響信号を解析する機能も強化されているみたい。また、磁気探知機 MAD として最新技術が惜しげもなく投入された ANAS981 が搭載されているよ。兵装も、SH-60J ではマーク46魚雷と74式機関銃のみであったものが、SH-60K ではこれらに加えて97式、12式単魚雷の他に対戦爆弾や、AGM-114M ヘルファイア2空対艦ミサイルの搭載が可能となったことで、地対空、空対艦、地対戦、空対空などの様々な戦場において対応することが可能となっているな。これを知った、中国の軍事関係者は中国空軍のヘリコプターの装備を見直し、日本に対抗するように性能強化を命じたとも言われているぜ。一方、アメリカ海軍の MH-60R は機上音響信号処理装置として、新型の ANUIS-2EMSP が採用され、吊り下げ式ソナーとその V 発揮から同時に収集された情報の同時処理が可能となったよ。吊り下げ式ソナーには、低周波の ANAQS-22 フラッシュが採用され、その V 発射機も新型となった上に、ANAPS-147 合成開口レーダーが新規採用され、電波探知装置 ESM には ANALQ-210 を搭載するなど、自衛隊機以上の能力を有する機体に仕上がっているんだ。これだけの情報を見ると、アメリカ海軍も海上自衛隊も、高性能な対戦哨戒ヘリコプターの運用を行うことにより、対戦水艦戦能力の高さは世界でもトップクラスの能力を秘めていることがわかるよね。ちなみに、対戦哨戒ヘリコプターの ASW において敵潜水艦を探知する方法はいくつかあり、まず一つには敵潜水艦が潜んでいると思われるポイント上空に到達した後、ホバリングをしながら吊り下げ式ソナーを下ろし、音波を発信するアクティブモードで探索する方法が一般的だね。もしソナーに反応がなかったら、別のポイントに移動して同じ作業を繰り返すのと並行して、母艦にデータを送信して敵潜水艦が潜んでいる位置を正確に割り出す作業を行うよ。また、もう一つはその V と呼ばれるコンパクトなポジティブソナーを多数投下し、敵潜水艦が発するエンジン音、スクリュー音などを探知したその V が送信したデータを分析し、敵潜水艦の艦首や位置を割り出す方法も並行して行われることがあるってわけ。これらに加えて、海上自衛隊の SH-60K に搭載された磁気探知装置 MAD が、大きな威力を発揮することが期待されているよ。具体的には、
装置を機体から吊り下げた状態で飛行しながら、敵潜水艦の艦隊から発する磁気を探知させるもので、これらの方法は固定翼対潜哨戒機の P3C や P1 などでも同じだね。このように、敵潜水艦を探知し位置を割り出したら攻撃を行うことになるんだけど、敵艦を確実に撃沈する場合には魚雷攻撃を実施することになるってわけ。この時、自衛隊が使用するのは日本の独自開発により開発された12式単魚雷なんだ。これは、防衛省技術研究本部と三菱重工業者が開発し、2012年に正式採用されたものだけど、それまで使用されていた97式単魚雷の深海域対処能力に加え、沿岸海域での運用も視野に入れて開発されているんだ。深海域では、海水の塩分濃度や水温、海流、海底地形などが複雑なために、正確に目標に到達させる能力を高める必要があったみたい。そのため12式単魚雷では、潜海域でも対応できる新型の高帯域音響振動子アレイが用いられ、さらに沈底潜水艦探知用のサイドスキャンソナーと磁気センサーが追加されたことで、誘導部の残響処理など信号処理能力を向上させることに成功したよ。このことで、日本の沿岸部や諸島部の浅瀬に潜んでいる敵潜水艦をいち早く探知することができるようになり、さらには発見時に速やかに攻撃して撃退する攻撃能力を一度に手に入れることができたってわけ。ここまでの能力を有することができれば、あとは訓練により連動を高めることが必要だね。今までの訓練だけでなく、今回の共同訓練のように、様々な技術や経験を積む機会を設けることで、連動をどんどん上げることも必要だな。特に、共同訓練を行うことはアメリカとの共同戦線を誇示することにつながるから、中国やロシア、北朝鮮に対して、日本に手を出すとアメリカが黙っていないとアピールすることにつながるぜ。まあ、実際にアメリカがそこまで日本のために戦ってくれるのかどうかは不安だが、アメリカだって日本の高性能魚雷を手に入れることができるなど、メリットは少なくないな。日本としては、独力で国土を守る能力と、アメリカと共同で作戦行動を行えるポテンシャル、この二つを周辺国に継続してアピールしていくことが必要なのだろうと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。